北海道浜松郡の一浜松郡は北海道石狩市長管内にあった八1879年に行政区画として発足した当時の郡域は石狩市の一部にあたる。浜松はもともとは、まま、しけと呼んだ。江戸時代の浜松郡域は西江戸地に属し、当初正木藩によって開かれたまし場所に含まれたが後に浜松家場所として分立した。 陸上交通は、都東国から、手塩国増毛郡へ至る、道の途上となっており、岩内在住の柳川前蔵が開いたと伝わる一里半余りの、送り下山道や、安政四年浜松、増毛の、両馬上家を委任、伊達林右門が慈悲を投じ、浜松から、北の手塩国増毛郡に至る九里余りの道、増毛山道が開拓されている。この他、 マシケ山道よりも海側に改作年不詳であるが、浜松軍の千代し別とて塩国マシケ軍を冬を結ぶ、お冬山道も存在した。江戸時代後期になると、文化四年国防上の理由から、浜松軍域は天領とされたが、文政四年には一旦、正木き半領に服した。天保年間には、浜松神社の前身の稲荷神社が創建されている。安政元年、 浜松家運城家の本君別番屋番人、今井六が後に、稲荷神社となる井六稲荷を放祭。安政2年浜松軍域は再び天領となり、庄内藩が陣屋を築城して、警護を行い、同6年の六藩分領以降は、庄内藩領となっていた。文久2年12月庄内藩が設けた河下の、陣屋内に、八幡神社が建立される。元年5月、元藩が、 大神寺を建立する。母辰戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里星を踏襲して、浜松軍が置かれた。北海道1.2級町村聖市工事の浜松軍の町村。ありがとうございます。